はい、どうもこんばんは。本日2回目です。9月26日の何時、夜7時半ですね。7時半だ。もう7時半か。いやー、もう夜か。今日は休みでね。のんびりしたな。多分全然時間ないけど、あと、本日2回目の放送なんですけどね、さっきまでやってた1時間ちょっとの、放送は、マイクが入っていませんでした。失礼いたしました。なんか、なんだろう、ぼーっとしてるな。今回は、ちゃんとチェックして、ミュートじゃないこともチェックして、はい、始めました。さっきの続きですね。木を切ってました。ちょうど売るとこの上、売るとこの上ですね。で、木を切って、別に何ってすることはないんだけど、とりあえずお金を貯めようと思って売ってましたね。なんか難しいんだよな。こんな感じで、よし、取れたかな。結構こけるんだよね、この急なとこ降りるんで。で、つのめて、売る。あれ、売らなかった。たまたま枠の中に入っちゃうっていうパターンな。暖かかったんかなっていうか、多分車乗ってる人は暑いんでしょうね。家窓開けてたけど結構ぬくかったんで、ちょっと暑いんだろうなと思ってました。しょうがないんだけどね。暑かったり寒かったり。おわ、やべ。倒れるな。ちょっと下のまま行こうか。これは道の角度にもよるんだと思うんだけどな。自分、土地よっ。
よし、これでラスト、切ったやつのラストですね。今度はやべ、あー、これはちょっと無理かもしれないな。よかった、戻ったぞ。よいしょ。何回やったかな、これ。ひっくり返るの結構やったよ。難しいんだよな。じゃないの、こうやって、もうちょっとこっちにしようか、もうちょっと下げて、これは痛い、よいしょ。周りの木がなくなってきたからな。お、来た、トロフィー来た。本当だな。よし、これで、もうこれここ置いといて、置いといて、次何しようかな。23番の畑を買いに行こう。どうせ暇だからね。作業することはちょっと、よいしょ、いっぱい箱持ち作って、
してるんだ。23番。よし、買うぞ。買います。チャリン。この感じは耕さなくてもいいね。でもちょっと周りを見回って。だから卵取ろうと。卵もらうよ。よく産んだね、みんな。たまり産んだね。うわ、たまりだ、すげいいな。持ってる？持ってない。持ってない？持ってないね。ないね。これほんま謎やねんな。ちゃんとあるのかな。もう分かんないからいいや。そうや、ウールも取りに行かなきゃいけないな。
ウルトリンゴーっと、これだったかな。よし、レッツゴすげえ満タンだ。どっちから見たらいいんだ。よいしょ。すげえ雑だな。よし。あ、刺さってないな。後ろから見ないと分かんないね。よし。これはない気がする。ここ。ん？ここ。来た。来た。食べて食べてる。ご飯はいつなくなるんだろうね。卵でも持って帰るか。ここにトラクター1台欲しいね。ちょっと間違えたな。
理由ちょっと乗り上げてる。行き先はここじゃないと思うな。でもよ、行く行こうだな。あれだな、一番小さいやつで言った。これだったっけ？これじゃなくて。もう持ってないんだ。これ買おう。ここに置いとこう一個ね。これ。よっ。ちっちゃい。最初こんなので頑張ってたんだよ。すごいね。重すぎるから。はい、か。それで、
この辺の裏だった気がする。乗ったままダメなのかな。ダメなんだ。放置したとこ。よし、これと、ウエイトを買って、それからこれ買おうかな。違うな。なんかいいのないかな。やっぱこれにしよう。これ買おうと。じゃん。待って、引っ張るやつがいるのか。これだな。ウィートどこ？欲しい。許容入んないだろ、これは。これでどうだ。来たー。よし、こいつを連れていくぞ。全部を積んでおいとこうかなと思って考えております。
ちゃん。これを盛り付けといて。こうだな。でからと、これに乗って一番少ないのかな。ナイス。よし。これで。やっぱまっすぐじゃないと乗れないのかな。よいしょい。歪んでるな。よいしょ。斜めのとことか置いても大丈夫かな。こんな感じ。
やっぱ斜めになってたから抜けなかったな。もう一回行こう。おおねえ、もうちょっと上げて、うん、こう、あ、いいね。で、ちょっと向けて、お、ちょっと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 、こう。無理か。なったぞ。あ、横から乗せたら2個乗るんじゃない？もういいか。よし、こいつにはこんな感じで働いてもらおう。ここで待機だ。よし。OK。育ってないけど、やっぱりいつまでたっても育たないと思ったんだよな。早送り。これ乗って帰って、おいし、急に曲がるからな。大丈夫かも。出たよ。シット。しゃ。いいね。育ってるかい？みんな育ってきてるかい？そんな、うん、一瞬だな。よいしょ。あとは、あ、23の畑になんか植えよう。ポテトは切ってませんので売れません。ポテトは、鶏
引きが高くなったよって言ってくれたけど、無理だな。何植えようかな。今は小麦とキャノーラと、何しよっかな。あ、大麦を売ったからこれ植えよう。じゃあよろしく。浮いてるときは普通ぐらいの時間にしとかないと。邪魔かな。こっちに置いとこう。中身入れに行ってみようか。で、何しようかな。頼むよ。すごい広いね、ここ。あ、キャノーラ咲いてる。綺麗だね。それでだからここをね、洗車にしよう。あれ、これ植木つけてないな。まあいいんだけど。コース短いんだよな。トンネルの方が早いんだと。これを新しくするかな。
もう2個になってる。終えるかな、そろそろ。じゃがいも。洗車機置こうかな。あ、置けないの。え、遠いよ。この辺は置けないんだ。ここでいいか。ここで、じゃあ。
まあこんなもんでいく。どこの木切るかな。なんで？完了。こっちは？まだか。結構かかるね、広いから。お腹空いてきたな。
だいぶかかるね。やっぱりなんかやっとこうか。これだな。もうなんかやるって言ったらあれでしょ。じゃなかった。で、あとこいつにウェイトはいらなかったな。よいしょ。ほら、あったー。運びたいけど爪が一個しかないんだよな。で、どうしようか。買うか。ねえねえ男。で、赤いのに乗り換えて。乱暴だな、相変わらず。
これか。やばい、もう1時間超えてるな、いつの間にか。すぐ時間経つんだよね。その辺だと思うんだよね。違うのか。確かこっちから。降りれなかった。やべ、これひっくり返ったらどうすんの？はあ、危ない危ない危ない。はあ、耐えた。うっとい。ほっほっ、あない危ない危ない。左だな。ここ？いや、なんか先だね。危ね。変な近道しちゃってる。あ、あれだな。よいしょ。オッケー、バッチリ。あれ？
ついでるから先行くよ。おっせ、これダメだ。わあ、運転。どこでも詰めとくんじゃないよ、本当に。これ運び合ったら終わりですね。だいぶ過ぎちゃったな。いつものことだけど、なかなか1時間以内に終われないんだよな。遅いなこれ。あ、光ってる光ってる。あ、ここだね。水色のところに行けば終了です。結構無口だな。よし、着いたよ。はい、お届け物です。置いといて、あ、もうすぐ終わるね。あれ、引っかかってる、もしかして。あ、大丈夫、よかったよかった。じゃあこの辺で終わりましょうかね。続きはまた今度のお休みにでもしようかなと思います。はい、じゃあまた今度。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。次回の放送お楽しみに。バイビー。